サハリン1ですね。エネルギー安全保障上極めて重要なプロジェクトであると、日本政府としてはですね、サハリン1の権益を維持する方針を固めました。サハリン1をめぐっては政府や大手商社などが出資していて、日本は権益の30%を保有していますが、ロシアのプーチン大統領がその運営を新会社に移し、日本などの外国の株主に出資を継続するか判断を迫っています。 西村経産大臣は日本が原油の9割以上を中東に依存しているため貴重な調達先だとしてサハリン1への出資を継続する方針を示しましたロシア産の原油は日本の輸入の3.6%を占めていましたが G7 による経済制裁で今は輸入が止まっています